私の町では無駄が嫌いなうなぎ屋さんがほれ当たり前。その町は江南市。あ、こちらのお店ですね。うなぎのよしけさん。あ、もう人も並んでますね。入り口のすぐ横にも焼き場が。あ、入ってます。こちらが噂のうなぎ店よすけ。店内はご覧の大盛況。無駄が嫌いとはどういう意味なのか。ありがとう。美味しいです。美味しいです。美味しいです。ご飯の量みたいな。うなぎの方が量が多い。幸せやね。幸せやね。うなぎ柔らかいし肉厚でいいと思いますね。お待たせいたしました。こちらうな丼10になります。タレと山椒ございますのでお好みでお使いください。看板メニューだというこちらの10、その名の通り肉厚なうなぎが1尾まるまる。ひつまぶしも大人気。とはいえこちらとしては無駄なお金は払いたくない。してお値段は。どうぞ。安いね。安いからね。半額。もう他の店の半額ぐらいで、1年に2回、2回、1回間隔ぐらいの分が、ええ、すごいハイペースで今言われてる。うな丼のね、101尾。おいくらですか。2200円。なんと驚きの2200円。ならばひつまぶしは。これで300円。ひつまぶしが2300円。こんな食べれんもんね。うな丼も食べれんのにね。スーパーでも買えんよ。本当ですよ ね。まさかの2300円と超お値打ち。しかもこれだけでは終わらないらしく、お値打ちになるサービス券を持ってくるとまた200円引きになるから。ただでさえ激安なのにクーポンまでついちゃってます。愛知の平均価格と比べると1800円以上も安いことが判明。そうですね、6900円ですね。3点。特上3点。はい、3点。ものすごいお値打ちですよ。そうですね、びっくりしちゃった私、値段見て。ここだったらちょっと来れそうかなと思いました。本当に、もう感激しました。味もお値打ち価格の裏にはオーナーのある性格が影響しているという。一番大事になってくるのが初期費用を抑えるということですね。でなので、まあ、できるだけその物件探すときからそうなんですけれども、居抜きの店舗でなるべくそのお金をかけずにできる物件を探して、なるべくお金をかけないようにやってます。使えるものはそのまま使っていったりですとか、まあ、なのでこのお店でいうと客席なんかはもう全然手に入れないので、まあ、厨房とかも使えるものは極力そのまま使って、初期費用を抑えないと多分この価格はできないです。壁には気になる張り紙が。支払いは現金しか対応してないみたいですね。そうですね、もう現金だけでやってっていう、その分お値打ちにやってますっていう。今時カードも使えないのとかって言われることもあるんですけど、まあ、今時この価格でやってるとそうなりますっていう話です。できるだけ無駄なものは省いて、より効率的に仕事ができるように、いい感じでやってますっていう感じです。そう、
とにかく無駄が嫌いなようで、あのお皿がこっちに置いてあったりとかじゃないですけど、うなぎは冷蔵庫はこっちであったりとかってなると、うん、やっぱりその分無駄にあっちこっち行ったりはしたいし、まあやっぱり作業効率は当然悪くなる。無駄嫌いな松井さんが極限まで無駄を省いた厨房は、冷蔵庫から焼き場まで3歩、作業が多い焼き場まな板へは1歩、そしてまな板からご飯盛り付け器までも1歩で行ける無駄のなさ、まあ、5歩以内で多分終わりますよね。そんな松井さんにはこんな口癖が。本当そうだけど効率悪いと思うんですよ。より効率的にみんな仕事できるようになりますし、ちょっと効率悪いですよね。まあ、極力無駄をなくして効率よく仕事をして、まあ、結果それが効率性を悪くした。仕事の上では効率悪いのはもう非常に良くないです。安く例えると運ぶ荷物が500キロしかないのに4トントラックっていらないよねっていう。それってすごい効率悪いと思うんですよ。とにかく効率の話ばかり。取材中効率と言った回数はなんと79回。この男効率の鬼だった。とにかく効率を上げたい松井さん、その行動はうなぎのみならずこんな場所でも。あの出勤するときに5分ぐらい、ね、実際かかるところが、まあ、1分弱で弱になってるんで、はい、ありがたいです。ありがたいですとスタッフも大喜びなのが、もう本当にそこの辺に住んでる人たちが働いてくれてるんで、うん、ここ通った方が絶対早いよねっていうことで、じゃあここちょっと切っとこうかって言って、ね、業者さんにちょっとごめんここ一人通れるぐらい開けといてくださいって言って、なんとフェンスをぶった切っていた。時間の差として従業員の方の時間効率も、まあ、自分も実際その、ね、あの駅行く時とかそこ通ったりするんで。やっぱ髪の毛に気を使うっていうのも、まあ、何ですか、こう無駄な時間になっちゃう。まあそうですよ、なんか髪の毛のセットだったりとか、髪の毛長かったりするとやっぱ乾かすだけとか洗うだけとか時間かかったりとか、乾かす必要もないですし、セットする必要もないですし、でも髪の毛が混入することもないですし、みたいな。そうですね、こんなに理にかなったかったからね。ちょっと困った時っていうのは、あの外出た時の直射日光がついてると冬場ちょっと寒いっていう。冬が寒いのって帽子かぶやすの話なんだけど、ね、そういう話。この方、私生活まで効率の鬼なのか。気を使うっていうのも、私趣味みたいなのあるんですか。いや特にないですね。趣味ないんですか。そうですね、必要ですか。まあ別に仕事が楽しければ、別に仕事以外で楽しみ持たなくても人生は楽しく生きれるかなと思いますし、まあ、わざわざその仕事以外でそういう趣味とか作ると、まあその時間もお金も余分にかかるかなっていうのもちょっと非合理的かなと。もしよければ松井さんのプライベートというかご自宅とか取材させていただきたいと思うんですけど。まあ寝てるだけとかなんで何の絵にもならないですよ。なんでまあ無駄だと思います。なるほど、取材行くのが無駄だと思います。ご自宅の撮影は諦めることに。しかし休日の撮影は OK とのこと。何でもお気に入りの場所があるそうで。え、献血ルーム？一体なぜ？時間があれば本当にデメリットって特にないんで、デメリットしかないっていう。身の回りつつは大丈夫ですかね。内側にありますね。血管も太いですね。いい血管ですね。やりやすい。ありがとうございます。
うん、これはどういった採血なんですか？心臓血血って言って、一回血を抜いて遠心分離とかかけて、その血小板とか必要なもんだけ取って、残ったものはまた戻して、効率よく非常に必要なもんだけを取ってます。本当に無料で使えて気持ちいいですし、名古屋なのに意外とその混んでなくてゆっくりできますし、でかつ人の役に立てるっていう一石三鳥ぐらいですよね松井さんに仕事のモチベーションを聞くと、僕の中では仕事の半分が面倒くさいで、仕事の半分は帰りたいですって面倒くさいから効率的に仕事して楽しみをサボってやろう、早く帰りたいから定時で終われるように段取りよく仕事をしっていう熱意です